はい、もう終わり終わり、やめやめ、もう消そう消そう。寝ちゃってるからね。寝ていいわけじゃないからね。うん、まあだからもうこのクラスはもうビデオ見ません。こっから、前回の続きの授業をします。うん、だって寝てんだもんな。しょうがねえよ。誕生日プレゼントもらったのに授業への切り替え早い先生。嬉しい。ありがとう。これはみんなで書いてくれたの？あ、そう。いや、これは本当に職員室の方にちゃんと飾っておきます。ありがとう。じゃあこれちょっと、はい、ということで今日入っていくところなんだけども、ちょっと難しいところです。生徒を怒るときすごく丁寧な言葉で怒る先生。これ皆さんが思ってる以上に、先生は重い問題だと思ってます。うん、授業中におしゃべりしてる方がいる、授業中に寝てる方がいる、お弁当食べてる方がいるっていう報告を受けた時に、あ、もう僕は皆さんのことを信頼できないなって思ってしまいました。うん、非常に大きい問題です。うん、お一人お一人がしっかり考えなければいけない局面まで来てます。好きだらけなのに意外とみんな静かにしてる現代文のおじいの授業。いいですか？秋田祐介が書いてよ、これでいらっしゃん。これです。作者、みんなもう分かってることであるんですけども、この秋田祐介が書いてる作品ではこの小文に出会うというところがあります。板書中の間を埋めるためだけに生徒に話し振る先生。で、阿部、はい、はい、じゃあいい、資本主義国家とは何ですかって。はい、はその競争があるのが資本主義国、資本主義国家みたいな。あ、ごめんね、聞いてなかった。もう一回聞いて。あ、その競争が、うん、あるのがなんかその資本主義国家の特徴みたいな感じですかね。うん、はい、はいはい。じゃあ社会主義国家は？はその競争がない。ん？競争がない。で、要するにめちゃくちゃ話しかけてくる名前わからない用務員さん。あれだぜ、おめえらのさ歌いとかも静かじゃない。あんまりここもっとさ、こう昔のやつだなって言っていろいろ言ってきたよ。はい、うん、で、な、昔のやつはおちゃんとくれよとか言って女な、介護にな、もうこれいるかってね、あめとかあげてたよ、おい。はい、お前らだもう、だって何やってないだろ、もうあんまり。はい、やってない。それもやってねえやん。で、俺らとかもうずっと私なんだよ。はい、おい、だから若い子たちはさ、もうだから、おじさん久しぶりみたいなさ、もう何、子供とかで来て、言ったりすんだよ。で、あ、俺覚えてるよっつってな、言ったらな、はい、すいません。で、お前らのさ、もっとなんかこう、ガッて言うやつらかな、いりゃいいんだけどな。毎回プリント配るとき、一列何人か忘れる先生。さあ、ということで、本日のゲスト紹介します。土佐兄弟のお兄ちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、小栗旬です。いや、小栗さんのラジオに呼んでもらって。いや、お前みたいなやつが来ると思わなかった。お前とかびっくりした。あ、いや、おめえの方が来るんだ。おめえとか言うんですか。相当とか来るのかなと思ったらさ、てめえが来たからさ、てめえすげえなと思って。口悪いっすね。なんか最近面白いことあった？あ、すごいな、急にそんなこと振ってくる。はい、じゃあ面白い話まで3、2、1、どうぞ。きついきついきついって、小栗さん。はい、きついよ、小栗さん。帰ってもらえるか。いや、早いな、帰らせんのも。なんかそういう
小栗さん、ちょっと、しんどいっすよ、そんな急に。すいません、いや、頑張りたいんですけど、僕も。は？じゃなくて。ちょっと待って、俺、クローズの時のあの感じで、久々思い出した。やめて、ぶっ倒そう、こいつのこと。どういうことですか？ぶっ倒そう。やめてください、やめてください。殴らせろ。やめてください。うわ、返しおもんな。やば。返しおもんな。きつ。返しやば。おもんな。